はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は、メジャーコラボガチャの40連目ですね。4回目を引いていきたいと思います。まあ、40連目になりますと、まあ、ここにピックアップされているトシ君、ゴロを、まあ、草野の3キャラのうちから、まあ、SR1 枚確定というところになりますので、こちらを1回引きますと。で、あと、まあ、恒例のチケットですね、これを消費してから、まあ、ガチャの方をやっていきたいと思いますので、まずはちょっと R ガチャ2枚使いましょう。まあ、これはサクッと2連でいきます。まあ、これは全然規定してないので、まあ、ポンと。まあ、PR 来たかな？うん。木村ちゃんの PR ですね。で、さらに、PR ガチャチケットが9枚あるんで、ここで1枚出てくれると、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですね、SR。ただ、ガチャチケットからは、メジャーキャラは出ないはずなんで、グググー、ポン。お、赤背景。いいね。こういうところでね、運を使い切るとね、まあ、ろくな目に合わないんだけど、犬川くんが初ですね。さて、ほらね、桜の宮。使わないかな、多分。まあ、とりあえずでも、まあ、SR が出たので、まあ、よしとしましょう。あと、SR ガチャチケットが1枚ありますと。これを1回引いていきます。いやー、やっぱね、登場欲しいよな、登場。カッキーンと。さあ、誰？ああ、つるやくんですね。つるやくんはもう持ってるんで、上限解放していきましょう。で、あと、補助券が5枚溜まってるので、これも使っていきますと。さあ、誰が来る？おお、これは、ゼニガタくんですね。ゼニガタくんとかどうなの？使い道的に。ちょっといまいちな、わからないんだよな。という感じでチケットは、まあ、PR から桜の宮でしたけども、まあ、SR が出たので、まあ、そこそこいいかなというところです。じゃあ、こちらの40連の方に行きましょう。一応この3キャラでいくと、まあ、トシ君かな。まあ、誰が出ても全然いいんですけど、まあ、トシ君かな。球界のね、頭脳持ちがスッスとか持ってないんで、今のところ、誰でしたっけ、ダイヤのエースの、三幸和也か。三幸和也しかね、いないんですよ。で、三幸和也はダイヤのエースなんで、まあ、街道には入れられないんで、まあ、ちょっと、この3キャラでいくと、トシ君出てほしいところではありますね。じゃあ、やっていきます。さてさてさて、ここで、一つか。まあ、しょうがない。で、誰？ああ、草野か。草野はね、魔術師なんで、使っていきましょう。他は PR がちょいちょい出てくれると嬉しいんだけど、うん、こんな感じですね。ということで、メジャーガチャは SR 草野くんでしたと。で、まあ、ガチャ動画だけだとどうしても短くなっちゃうんで、また初心者解説動画をこの後挟みたいと思います。で、今回はやる気効果アップですね。やる気効果アップについて、詳しく解説を行っていきたいと思いますので、じゃあガチャの方は一旦これで終了します。はい、じゃあこのやる気効果アップについて、もう少し細かく解説を行っていきます。で、これからお話しする、まあ、計算式についてはまあ、ほぼ間違ってないと思います。一応調べた結果、うん、まあこれだなっていうのが、あるので、まあ、もしね、万が一違うよっていうのがあればコメント等でご指摘をいただければと思います。で、一番最初に初心者さんが、このテーブルを見た時にやる気効果アップ 100% 一緒に練習するとやる気の効果アップって書いてあるんですけども、多分ね、ん？ってなると思うんですよ。で、俺もそうでした。もう何言ってるんだと。
で一番最初は一緒に練習をすると 100% の確率でやる気が上がるのかなって思ってたんですけども、まあ、実は全然そんな効果じゃなくて、まあ、練習をした際にやる気が高ければ高いほどボーナスポイントがつくんですね。でこれは普通を中心にすると、まあ、好調絶好調で逆もあります、不調絶不調で、まあ、やる気が好調な時には、通常時と比べて 5% 分のボーナスがつきますと。で絶好調の時には 10% 分のボーナスがつくような形になります。で具体的に言うと、経験点10の練習を絶好調時に行うと10に対しての 10% 要は1ですよね。1のボーナスがついて結果として11の経験点がもらえますよというのが、まあ、あの絶好調時の練習になります。でこの絶好調によって1ボーナスがつく、この1のボーナスについて 100% 分の、ボーナスがさらにつきますよっていうのがやる気効果アップ 100% の、効力になります。なので、やる気効果アップ 100% の人が1人いると今の計算式でいくと、まず基礎経験点10に対しての 10%1 に対してさらに 100% 分の上乗せがかかるんで、まあ、プラス1ですよね。で結果として12の経験点がもらえるというような結果になります。でやる気効果アップの恐ろしいところはこれ足し算じゃなくて掛け算になるんですね。まあ、どういうことかというと、じゃあやる気効果アップ 100% の人がもう一人いましたと、要は2人、重なりましたとなった時にどういう計算式になるのかというと、まず基礎経験点10で、絶好調でプラス1でやる気効果アップ 100% が1人いるのでプラス1で2人いるのでさらにプラス1で全部で13っていう計算式じゃないんですよ。まず、やる気効果アップ2人いた場合はこれ掛け算になるんで、まずプラス1がつきますよね。プラス1がついて、やる気効果アップ1人目で、プラス1で2でこの2に対して 100% のボーナスがつくんですね。なんで4つくんですよ。だからやる気効果アップ 100% 2人重なると、結果として14の経験点がもらえる形になります。じゃあこれがもう1人3人重なった場合にどうなるのかっていうと、2人で4ですよね。2人で4のボーナスに対してのさらに 100% がかかるんで8のボーナスがつくんですね。で結果として18の経験点がもらえるという計算式になります。で、今の計算式はあくまでもやる気効果アップだけの効果しか、まあ、計算してないので、さらに、まあ、下にある便乗ボーナスですとか、タッグが絡むとタッグボーナスっていうのも、上乗せされるので、まあ、そういった相乗効果を得てのやる気効果アップになります。で基本的には、タッグが絡むとタッグを計算した後にやる気効果アップが、計算されるので、まあ、じゃあ例えば、さっきの基礎経験点10でいくとタッグボーナス 100% になったとします。でそうするとタッグボーナス 100% なんで、まあ、10の倍で20ですよね。で20に対しての絶好調 10% のボーナスがつくと2ポイントのボーナスがつきますと。でそれに対してのやる気効果アップ 100% なんで、2ポイントの倍なので4ですよね。でもう1人いると4に対しての 100% なんで8と。で3人目がいると8に対しての、ボーナスがつくので、16というような形になりまして、基礎経験点10タッグ 100% やる気効果アップが3人重なった場合には、まず10ですよね。10で、さらにタッグ 100% で10と。でそこに、やる気効果アップの、絶好調で2、で4で8で16なんで20足す、16で36の経験点がもらえるような形になります。要は経験点基礎は10しかないんですけれども、これらが重なることによって、まあ、36まで伸びるといったところになりまして、まあ、今のはね基礎経験点10のお話になるんですけれども、まあ、ここにもうもっともっといろんなボーナスが加わってくるので、まあ、どん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 経験点というのは、まあ、伸びてくると
で、やる気効果アップについては、まあ、人が重なれば重なるほど、効果を発揮してきます。で、やる気効果アップテーブルの、まあ、いいところは、まずやる気効果アップ 100% っていうのがつきます。で、レベル25で、経験点ボーナス4っていうのがつきます。で、これ実際にね、あの計算式では4が直にプラスされるかというと、直に4はプラスされないんですけれども、まあ、あの経験点にボーナスがつきますと。で、さらにレベル35でタック 80% がつくんですね。なんで、やる気効果デッキ、やる気効果テーブルっていうのかな、だからこれが何人もいると、かなりね、経験点が、まあ、伸びてきます。なので、このテーブルはかなり、経験点を稼ぎ出すには好まれるテーブルになってますというのが、やる気効果アップになります。まあ、こんな感じで、まあ、わかるかなっていうところに、まあ、なるんですけれども、まあ、簡単に言うとやる気効果アップ、まあ、実はすごい、効果のあるものになりますので、まあ、このテーブルの人はかなり使いやすいキャラクターになります。という感じです。